20日告示の東京都知事選挙を前に、立候補を表明している小池知事ら4人が共同記者会見で論戦を交わしました。20日告示の東京都知事選挙を前に、現職の小池百合子氏、参議院議員の蓮舫氏、広島県秋田方市の前の市長石丸真二氏、元航空幕僚長玉上俊夫氏の4人が日本記者クラブ主催の合同記者会見に臨みました。 2期8年で改革何ができなかったのかそして何で次4年間やるとそれができるようになるとお考えなのかコロナの期間にですねなかなかできなかった項目が約10ほどありましてこれまでためてきた2期8年の実績をもとにさらにブラッシュアップをしていきたいバージョンアップをしていきたいこのように考えております。 今の子どもたちが社会にすだすときに、不安と負担のない東京都をつくることが、長い目で見た少子化対策だと、私は思っています。未婚者をどう公園に結びつけていくか、都市部でだけでは解決ができないと考えています。つまり、都市への集中、過密がその大きな背景になっていますので、そこへの取り組み、視点というものが欠かせないと。 プロジェクションマッピングでまあ人を集めるということはもう東京これだけ集まってきてるからあの観光客も,もうどんどん来るわけですからもういらないんじゃないかなと私は思います20万人来られたと知事も言われておられるので事業の目的はもう達したのかなと私はこの予算があるのでどちらに新しく使っていきますかと言われたら家賃補助に使いたいと思います。私は何もないところにい ですから無から有を生むということをこれまでやってきました今回のプロジェクションマッピングによって、えー、今都庁都庁広場これまで誰もいなかったところが今人でいっぱいです7月7日投開票の東京都知事選挙は19日時点で諸派や無所属で57人が立候補を表明しています